フォスタントゥアギラムングは、ルワンダの政治家、フツ出身。1990年代、ジュベナール・ハビア・リマナ大統領による政権下において野党の一つである民主共和運動に所属していた。1993年に調印されたアルーシャ協定の下では、新たに設立されるべき合同暫定政府の首相に予定された。1994年4月に発生した、 ハビアリマナ大統領の暗殺と続くルワンダ虐殺の勃発により BBTG は実動せずに終わった。虐殺事件の勃発当初には暗殺されかけたがアンアミールの努力により難を逃れた。1994年、ルワンダ愛国戦線がキガリを制圧して後ルワンダの首相に就任したが1995年に辞職し、その後10年近くベルギーで暮らした。 トゥアギラムングは2003年のルワンダ大統領選挙に独立候補として出馬した。完全雇用、治安改善、累進課税の導入などを訴え、政府は彼を黙らせようとしているとして批判した。開票結果としては、得票率3.62%で3名、12くらいとなった。当初は選挙結果を認めようとせず、現職のポールカガメはルワンダを、 一等性に導こうとしていると主張した。彼は1960年代にカナダのケベック州で大学教育を受け、ルネレベークと知り合った。ありがとうございます。